もう2位2位と来てますね。もう優勝しかないんですけれども、まあ、春も秋も、リーグ戦で優勝し、まあ、圧倒的日本一という目標を達成し、今年はそこまで、攻撃力がない反面ですね、あのピッチャーが非常に、人数ともに、充実しておりますので、このピッチャーを中心に、守り抜く野球で、勝負していきたいというふうに思っています。まあ、去年から主力選手が多く抜け、まあ、新しいメンバーが揃う中で、まあ、ダイナミックな野球というよりは9回終わった時点で相手より1点で上回る野球をしようと細かいところまでこだわってきました。ピッチャーの方では、村木という静岡高校から来た2年生がおります。まあ、2年生なんですけれども、もう堂々たるエースとして、昨年からこう投げているピッチャーですけれども、打者をこう牛耳っていくようなピッチングをぜひ注目していただきたいというふうに思います。でまた、あのバッターの方では、全日本の合宿などにも何度もですね、こう参加しているあの種子島という選手がいます。昨年からの主軸ですので、この選手がいかにこうランナーを置いた状態で、活躍できるかということが非常に重要かなというふうに思っています。まあ、私自身試合に出場するしないに関わらず、チームがもう勝利し日本一になることを優先し、チームの勝利のために貢献したいと思っています。チームごとに非常に特徴を持っているチームが多いですので、あの見ている方はもうですね、いろんなこう野球が見れて楽しいのと、でしかも、もう実力が非常に高いということが見ていただけるのかなと思いますので、まあ、ぜひあのこの首都リーグのですね、こう試合はこの魅力あるこう野球をするチームが多いですので、見ていただきたいなというふうに思いますね。はい。